美味しくなくなっていくで。それはあまりに酷や。ルミは納豆のどんなところが苦手なんや？匂いと粘り気。わかった、うちが何とかする。台所借りるで。料理なんて全然したことあれへん。粘り気取るんはどないしたらええんや？水で洗うか。そんなんで取れるような粘り気やない。チャーハンみたいに炒めたらパラッパラになるんちゃうか。よし、炒めよ。油は？匂い強い方が打ち消せるから、ここはごま油や。ええやないか、匂いが吹き飛んでいくようや。あとは何や？チャーハン言うたら卵とネギやろ。ネギ長。包丁で細かく刻まんと。納豆焦げる。あかん、一旦サイキックで浮かせとこ。そのうちに刻む。一緒に落とす。味は？なんか物足らん。何足せばええんや。日本人なら醤油やろ。香ばしいええ匂いや。味は？ええやないか、これで勝負や。ルミ、できたで。チャーハン？せや、匂い嗅いでみ。納豆の匂いなんてせえへん。ほんとだ。香ばしくて美味しい。よかった。料理できたんか？初めてや。それでよう失敗せんかったな。それはあれや、魔法や。そういうんはやめろ言うたやろ。でも納豆浮いてた。アホなこと言うな。本当なのに。ごちそうさん。ごちそうさまでした。今日も片襟の釣り手伝っていい？ええけど、二人やったらもっと釣果あげてきてもらえるか？大丈夫だよね、片襟。ああ、任しとき。でもその前にルミは宿題やるんやろ？とっとと片付けちまうぜ。ゆっくりでええで。うちは散歩でもしてくる。ほな、二人分の昼飯や。いつも大きにな。今日もお出かけかいな。さて、どこ行こう。
事をお探しかい、ボーイ。よろしく頼んだよ。言われてきただけよ。ということは依頼を引き受けてくれたのね。そういうこっちゃ。ここはバー、つまり私はシャカシャカするのが仕事なわけ。ああ、フライドポテトに粉かけて振るやつ。カクテル作りに決まってるでしょ。なんでフライドポテトシャカシャカしないといけないのよ。たまにしてるけど。しとるやん。新しいカクテルを発明したくなったの。アイデアが湯水のように湧いてくる刺激的な素材を持ってきてくれない。そんなクソ都合のええ素材なんてあるかい。でもまあ、引き受けたからにはやらしてもらうわ。了解、私はモロキュー頼んでくる。ライムや、新しいやろ。ライムは定番、たくさんのカクテルに使われてるの。知らないの？未成年やね、知るかいな。孫のために多めに買わなきゃね。うわ、兄貴さん、アーシス、イカシーレアス、あん時はお世話になりやした。あれからうまくいったのが。足なんてまだまだひよっこでさ。でもいつかあいつの仕入れるイカはすげえって言わしめてみせます。イカなんてカクテルとは相性悪すぎ。イカスか？イカスミでしたら真っ黒なカクテルができて面白いかもしれねえっす。それや、新鮮な炭袋をすぐ用意するっす。持って行ってください。助かる。茶を一つ頼んできてくれるかい。イカの炭袋や。これ新しいやろ。イカ炭だなんて、アイデアが湯水のように湧いてくる。クソ都合のええ素材あったわ。
ロのオリジナルカクテル、その名もドラキュラズナイト。あなたのおかげよ。いっぱい飲んでいって。何度も言うとるけど未成年や。そんな法なんてもうどこにもないのに。まあいいわ、お礼のジャスティスよ。おおきに。宿題終わったか？今終わったとこ。ほな行くで。行くぜ。エリって本当に魔法使えるんだね。信じさせたらルミが危険な真似する言われとる。いや、それはどうやろな。でも納豆浮いてたの見た。あれはうちが浮かせたんやない。納豆の方が勝手に浮いたんや。なのに冷静にネギ刻んでたの。いや、ビビっとったね。なんで納豆浮くねんって飛び出させながら逃げ刻んだった。だったらあれは何だったの？心霊現象、ポルターガイストや。にゃー、すまん、怖がらすつもりはなかったんや。じゃあ何だったの？魔法やないけど、うちの力や。やっぱり。でもな、絶対真似したらあかんで。ものすごい訓練を積んだうちしか使えへん力やからな。すげえ、カトエリー、ここに来るまでにそんな訓練積んできてたんだ。実際は惨めなもんやったけどな。するで。うん。当たり来ないね。せやな。うん、暇そうやな。話の先方、両親亡くしとるんや。下手に昔話も聞けへんの。秋婆さんとは長いん？今年で4回目の夏だね。4年の付き合いか。なかなか長いな。秋婆さんとは普段何して遊ぶん？最近はルミも働くようになったから遊んでないな。出会うた頃は？ルミワンワン泣いてたな。しもだ、地雷踏んでもうた。堪忍や、そない昔の話はせんで。ルミもまだ小さかったから、これからどうなるのか不安だったんだよね。めっちゃたくましく育ったな。ばっちゃんのおかげ。やっぱ教育がバチクソうまくいっとる。下向いてるから涙こぼれるんだって。空を見上げさせてくれたんだ。言うんはたやすいけど、そないなこと簡単には。竹とんぼをビューン、拾ったらすぐまたビューン。物理的にやった。ずっとそれを見上げてた。そないな手があったか。それも毎日毎日、いつの間にか悲しいことを忘れちゃってた。やるな、秋婆さん。やるよ。疑ってすまん。ルミにとっては家族であり恩人やないか。でもなんでローマの住民とはうまくやれてないね。
お昼にするか。うん。さて、今日の具は何やろ。まずバカでかいしまん丸やで。お、爆弾おにぎりだ。なんやねんそれ。食ってみよう。ゆで卵が丸ごと入っとる。しかも煮卵で味が染みてる。ほんまや、これもごっつうまい。力が湧く。ここらは大物釣ったる。釣るぜ。行くで。頼むで。ワクワクするね。なかなか釣れるな。それこそが釣りだぜ。来た、釣り上げるで。せめてうまくあってくれ。ばっちゃんの手にかかれば何でもおいしくなるぜ。いくで。ナイスぼちゃんや。ぼちゃんだったぜ。きた、釣り上げるで。なんかちっこいのが釣れた。まあまあ釣れ。行くで。頼むで。ワクワクするね。こういう待ち時間が釣り、ほんと楽しいね。来た、釣り上げるで。まあまあやな。うん。ほいっと。ちょうどええ力加減や。こらいける。いけるで。大物が釣れる予感がする。ルミもそんな予感がするぜ。なんかちっこいのが釣れた。まあまあ釣れただけでもいいよ。ここらはそこがいい。大物釣ったる。釣るぜ。ふっと。ナイスぼちゃんや。ちゃんだったぜ。仕切り直しや。ほら、ちょうどええ力加減や。こらいける。いけるぜ。大物が釣れる予感がする。ルミもそんな予感がするぜ。お魚さん腹いっぱいなんか。どうだろうね。あかん、無駄に時間だけ過ぎてく。こいつは
せめてうまくあってくれ。ばっちゃんの手にかかれば何でも美味しくなるぜ。ほいっと、頼むで。ワクワクするね。来た、釣り上げるで。もっと食べや。シュッとしてイケメン。ここらはブル大物釣っとる。釣るぜ。行くで。頼むで。ワクワクするね。聞いた、大物頼むで。そこそこええんちゃうか。そこそこええぜ。いくで。ちょうどええ力加減や。こらいける。いけるぜ。かかった、ええ引きや。魚さん言って、どんまい、かたい、ほいっと、頼むで。ワクワクするね。なかなか釣れるな。それこそが釣りだぜ。お魚さん腹いっぱいなんか。どうだろうね。今のままやと。ここらはち、大物釣っとる。釣るぜ。おら、ナイスポちゃんや。ポちゃんだったぜ。大物が釣れる予感がする。ルミもそんな予感がするぜ。なかなかかからんな。来ないね。いい調子。ほっそ、もっと食べや。シュッとしてイケメンさんだね。使える餌があれへんの。こんぐらいの釣れたんなら十分やろ。
ほな帰ろか。ほな帰るぜ。本日はお日柄もよく財布を着物とか買っておこうかしら。兄ちゃんダメかもしれん。ただいま。ただいま。帰ったか。超過見せてもらおうか。これや。悪ない。夕飯作る。さて何さばこうか。ルミにこれ食わせたってくれ。メバルか。なんでもええ。美味しく料理したってや。煮付けがええやろ。いただきます。いただきます。ルミ、どうやこの煮付け。煮汁が甘くて濃くて美味しい。それは素材がええんか、秋葉さんの腕がええんか、どっちや。明日から盆やな。盆？このドームにもあるんかいな。もちろんや。亡くなった家族やご先祖様をお迎えする大事な風習や。盆休みみたいなもあるんか。あるかいな。馬車馬のように働き続けてもらうで。なんでやねん。今日もテレビや。デイさん、足元を気をつけな。治療だけで1万ジャスティス。飲み物を頼んでも氷代だけで800ジャスティスで楽しめますよ。完全にぼったくりバーやないか。支払い時に目飛び出るやつやないか。先に行ってくれるバーやは良心的。確かに誰も入らんやろうから良心的や。せやけどそれで何が得られるんや。むなしさ言うたんなよ。開始までまだ時間ありそうやな。少し時間潰すか。よ、ルミちゃん、大きくなったらオイラと付き合わないか。年収1000万ジャスティス以下はお断りだぜ。ルミちゃんはオイラにとって高値の花だった。遠回しに振っとるだけや。ルミちゃんがお風呂に入ってるところを
も言うたらあかんやろ。中でも一番あかんやつやで。夜間交番のことはゆっくり休めたな。それにしてもまた砂漠か。大変よ。これだけ野営が続くと疲れがたまるね。いくら人のアビーだとしてもそのあたりは人間と全く変わらないみてえだしな。その点ユッキーは男の中の男よりも男らしい女だし、ゾウに踏まれても平気だからいいよな。デリカシーゼロの合わせ技やめろ。私なんて髪の毛こんなボサボサになってきてるのに、ユッキー綺麗なままなの、どうして？髪は毎朝ブラシでついてるよ。そんなのあったの？それぐらいあるよ。しかも基地にいる時とは同じ匂いするよ。どうして？やめろ、人の体臭まで嗅いでくるな。ほんとデリカシーのかけらもないやつだな。またイチャイチャしてる。夏の砂漠だけに暑いですね。私はただの被害者だからな。かまってもらえるのが嬉しいくせに。うんうん、やっべろ。みんなそろそろ支度しろよ、行くぞ。なんで張本人が冷静なんだよ、腹立つ。布石となるだろう。
ここからは琵琶湖を目指すんだよな。そうだ、今日中の到着が目標だぞ。よし、気合い入れていくぜ。どうする？よっしゃ。先を読んでみることだな。やばいかも。
かな。結構明るいね。地中深くまで潜ってるわけじゃないからな。さすがにそんな場所まで怖くて突っ込めないぞ。どうして？有毒なガスや二酸化炭素が溜まってる可能性があるからな。知らずに入れば一発でお堕物だ。それは危険ね。そんな時でも作戦を進めるにはどうすれば？もし進めるなら装備を用意するしかないだろうな。防毒マスクとか酸素ボンベとか。なるほど。でも私らが何でもできる必要はないと思うぞ。そうですか。私らはセラフを装備してるからキャンサーを倒す役目がある。そういう調査が必要なら軍の専門部隊に任せればいいんだ。わかりました。自分の役目を頑張ります。ねえねえ、なんでだい。
動いている。良いものだね。皆さん大丈夫ですか？ニャンニャンニャン。バイ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 。完璧な勝利であったな。あれはなんだ？ねえねえ、なんでだよ。3手先を読んでみることだな。
よっしゃ、